大谷直近8試合、打率7割6厘6本打点20盗塁8。えぐいえぐいえぐい。ゲームでもようやらん。グロすぎ。なんこれ。三冠王取ったらどうなってしまうやろな。大谷翔平打率3割8厘本塁打54本打点130盗塁57 OPS1.038。まあこれがキャリアハイになるでしょ。投手もやり始めたらなかなかこれだけの成績出せなくなるし。よだれが垂れてきたわ。3。神やんてかボンズ超えてるやん。3割1分60本150打点60盗塁ここまでいかないと見栄えはね。これ言っちゃっていいかな？二刀流しない方がよくね。なんで1番バッターがこんな打点あるんや。得点圏2割は1分5厘144-41。メジャーで DH 戦ならこれくらいは当然。こっからなんとな打点3倍いかんやろか。打点が150ぐらいあれば見栄えいいんだけどな。オルティスさんがイライラしてるから安定させるためにあと1本打て。首位打者いらんからホームランもう1本欲しい。55-55達成で50-50のあの9の勝ち下がることあるやろか。パワプロのレジェンドの小鶴みたいな成績。200アンダー、Y 呼ばれる？な、リーグ記録の450塁打とか絶対無理じゃん。最後ロッキーズ戦なのほんま幸運やな。バッターとしての最高到達点ぽいし来年は二刀流での最高到達点見せてほしいわ。そろそろ身体的には落ちてくるやろうし。見栄え良すぎて草もうケチつけられないじゃん。ジャッジが5試合連発くらいしてたから今大谷45本くらいまで従ってるやろ？惜しいわ。最終試合まで楽しませてくれる粋な心意気よ。MLB 中継見てると異様な数字オタクだし大谷首位打者の条件もすぐ出てくるだろ。もう笑えすは出ないんだろうし。三冠王にゴールポストずらされた模様。ガチで首位打者狙ってそうなのが怖い。もう一打席は無理か。もしかして、ウェア 9.0 いったか？重賞50本とかやったらもう野球全クリやろ。大谷ならガチでやりかねないけど、大谷の打席数って残り9打数ぐらいやろ？そのうち1回でも凡退したらもう首位打者は無理やろ。6安打で200安打1本塁打で55-55ここまでやってくれ。それで首位打者無理ならしゃあない。なんで少し前290切ってたのに首位打者争いしてるんや。大谷おかしすぎるやろ。